皆さんもご存知ですか。まあ、あまりあえて言ってないんですけど、うん、そうですよね、私はまたあまりにもこうぴったりって言いますかね、あの本当に辛いですよね。今回も出雲ね、伊豆大島のところのお母さんもお父さんも亡くなってっていう、そういうのを見たときに何も声かけられないですよね。かけちゃいけないっていうか、で僕らも北川さんと共に渡辺島学校って行った時は、うん、まあ、本当に瓦礫の散乱してちょっとあったんで、うん、これで本当に歌っていいのかなっていうような思いもずっとこう抱えながらだったんですけど、うん、逆に今北川さんもよくおっしゃるけど、うん、こちらが勇気を持って、うん、一緒に歌ってくれて、うん、まあ、もう簡単にそう人間は強いなとかっていうふうに言えない、うん、いろんな思いを向けしようと思いますけども、うん、でもそこでやっぱこう笑って歌ったり、もし歌えないときっと外に出てこれないで中で聴いてた方もいらっしゃるかもしれないし、なので、まあ、その結論が出てどっちがいいとか悪いとかってことじゃなくて、うん、まあ、言って歌わせてもらったってことだけなんですけども、うん、でも、まあ、その現実っていうのは見ないとわからないし、うん、まあ、行って何回か訪れて歌ったりとか、まあ、顔と顔がつながってくるので、その後もこう、まあ、なかなかしょっちゅう行くとかいかないんですけども、そうですね、だからあの時はご多分に漏れず全員が何かしたいと思ってたはずなんですね。そうですよね。何かしたいけど、私は実はロータリークラブに入ってて、あれなんですよ、職業奉仕っていうのが名目なんですよ。すなわちお金とかのドネーションじゃなくて職業の奉仕なんですよ。すなわち私の転職は何かって、それで社会貢献をしなきゃいけないっていう、それがどうしてもこうだんだんその辺がね、本当にそうなのかなって思う現状もあるんですけれども、職業奉仕ですからね。まあテミヤンさんはだから職業奉仕ですよ。そうですね、うん、まあ少しでもこうその時瞬間のようにね、うん、撮ったりとか笑いたりすることがいいのかなっていうことだと思うんですけど、うんうん、だからなんか自分自身、まあ、こんなこと言ったら誤解がいっぱいあるかもしれないけど、自分自身を、まあ、ある意味慰められた感じもあるんじゃないかなと思うんです。すなわちその自分が役に立つっていうことほど、どんな年齢言ってても、おじいちゃんでおばあちゃんでもう死にそうな人たちも、うちの父も昨年他界しましたけど、何かに役に立つんですよ。人間って役に立ってることって幸せだから、だからそれは幸せを実感できるというか、まあ、自分勝手じゃなくて、それが自分の天職を奉仕することじゃないかなっていうふうに思って、あの歌声聞いてる時にやっぱり、あ、これはテミヤンさんの天職なんだなっていう、ね、思いました。すごい、ね、なんかね、その歌を歌っていくってこととか、うん、それがまあ本当に中学校の時にギター一本持って自分勝手に歌い出して、うんうん、自分のそのいろいろ世の中とうまくいけないような気持ちのやり場をそこにぶつけてきて、そのままやってきちゃったみたいなところあるんで、その例えばすごく売れたいだとか聴いてほしいとかもっと欲したいとかってことよりは、自分の思いとこう、まあ自分勝手に歌ってるところもあったと思うんですけど、今でもおっしゃったみたいに、やっぱしこう聴いてくれて感動してくれて、その人はすごく癒されたりとか、まあ多少一瞬その時間を忘れて帰ってくれるとか、そういうふうな思いと出会いの中にやっぱ自分の価値があるのかなと思うから、うん、何年か前からみんなのことの歌っていうのがちょっとずっとこうあってそうみんなの思いっていうのをこう組み上げながら曲にしたり歌ったりできたらなと、うん、まあ、思ってるんですけど ね、それぞれの人生に、まあ、音楽っていうのはすごくすごいなって、これ学術的にもすごいなと思うのは、うん、音楽を聴くとその時代の粒が見えてくるじゃないですか。本当、温度とかね、匂いまでしてくるようなのがあるの。不思議に、いや、もうびっくりですよね。実は昨日ね、うん、ハワイの元の州知事さんなんですけど、はい、ジョージ有吉さんっていう日系、うん、日本人で初めてのハワイ州知事さんにお会いしたんですね、うん、はい、その時に彼が、うん、大勢の人の前で美空ひばりさんの一本の鉛筆という曲を歌ったんですよ。僕は歌は上手くないけどっていう、全部日本語で毎日ハワイでは英語なのに思い出すようにお話していただいて、確かに上手くはないけど、もうね、涙が出ましたね。
でそれは一本の鉛筆さえあれば私はあなたを好きと書く、一本の鉛筆さえあれば親を返してと書くとか、まあ、いわゆるその今は鉛筆という一つのアイテムなんかゴロゴロ転がっててもただの鉛筆しかないところ、その当時この鉛筆で自分の気持ちをしたためることで自分の思いがつながっていくんじゃないかなっていう、そういうすごい思いですよね。でそれをね、多分有吉さんがその気持ちになって歌われたのがこっち来たんですよ。もうね、なんかもうすっごく、うわ、歌っていうのは歌がうまいとか下手じゃないんだなっていう、まさにそう、彼が思ってることが飛んできちゃったんですよ、伝わるですね。だから本当にもうそうだと思うけど、やっぱりその重ねてきた人生とか思いで、それは若い子は若い子なりに、うん、その時その素直な時にその言葉っていうのはその歌とかメロディーに乗っかって ね、うん、そうですね、この奥の方にグンとこう来るんですよ ね、 あとまあ自分の思い出とか自分の感情とかとそれが結びつくと そのバイブレーションがもうすごく、ね、うん、伝わってくるんじゃないかなと。